平野翔、ルイ・ヴィトンを脱ぎ捨てマルジェラに挑戦。その理由に迫る。騎士、平野、神宮寺のソロ活動が明かすファッションの未来。時代のアイコンたち。騎士君、平野翔君、神宮寺君のファッションに関する話題は SNS で盛り上がっていますね。特に彼らの最新のソロ活動や未公開ルックが L の特別版に掲載され、多くのファッション関係者からも注目を浴びています。 これまでの事務所では見られなかった一面が見えるようになり彼らの新たな挑戦や可能性に期待が高まっていますインタビューで岸君はやりたいことがたくさんあると答えておりその情熱が彼の輝きを増しているようです彼ら三人とも非常にかっこいいですが中でも平野翔く君のスター性は国内トップレベルでどんな服を着ても見事に着こなす姿は多くの人々を魅了しています例えば 今回の L の特別版では平野くんは通常のルイ・ヴィトンではなく、マルジェラのコートを着用し、その独特なデザインが話題となりました。このコートは男女問わず着こなせるデザインで、特に袖の部分に施されたデザインが特徴的です。一方、神宮寺くんはセリーヌのブラウンのジャケットとレザーパンツを着用し、カジュアルなパーカーを合わせることで独自のスタイルを演出しました。 セリーヌの服は体にフィットしやすくアクセントを加えることで日常的なファッションとしても取り入れやすいのが魅力です岸君はその洗練されたルックで多くのファンを魅了しており特に今回のヘアスタイルには安ュいな雰囲気が漂っておりとても素敵です彼ら3人のファッションセンスは単なる容姿だけではなくそのスタイルや個性が際立っているのが特徴です例えば 平野くんのスター性や神宮寺くんのカジュアルなスタイル岸くんの洗練されたルックなどそれぞれの個性がファッションに反映されていますこの半年間の彼らの活動を見てもその成長や変化が感じられファンとしてはますます目が離せません例えば平野くんがマルジェラのコートを見事に着こなした姿や神宮寺くんのセリーヌのジャケットをカジュアルにアレンジしたスタイルなどどれも魅力的です こうした彼らのファッションは、単なるトレンドではなく、時代のアイコンとしての地位を確立していると言えるでしょう。ファッションの楽しみ方や新たなスタイルの提案など、彼らの活動からは多くのインスピレーションを得ることができます。例えば、岸くんのヘアスタイルや平野くんのコートのデザインなど、細部にまでこだわったスタイルは、多くの人々に影響を与えています。彼らのファッションセンスは、 これからも多くのファンを魅了し続けることでしょう SNS やインタビューなどを通じて彼らの最新の情報をキャッチすることでさらにその魅力を深く理解することができます例えば平野くんのインタビューでの発言や神宮寺くんの新しいプロジェクトなどこれからも多くの話題が提供されることが期待されます彼らのファッション活動を通じて多くの人々が新しいスタイルやトレンドを発見し 日常のファッションに取り入れるることができるできしょうこのように彼らのファッションは単なる衣服ではなく自己表現の一環として多くの人々に影響を与え続けています例えば岸くんの洗練されたルックや平野くんの独特なスタイル神宮寺くんのカジュアルなアプローチなどどれもが個性的で魅力的ですこれからも彼らのファッション活動に注目し続けることで 新ししい発見やインンスピレーションを得るることができるできょうこれからも彼らのファッション活動に注目し続けることで、新しい発見やインスピレーションを得ることができるでしょう。特に、彼らのスタイルは時代の流れとともに変化し続けており、その進化を見守ることはファンにとっても大きな楽しみとなっています。例えば、岸くんのヘアスタイルの変化や、平野くんが新しいブランドを試みる姿勢。 神宮寺君のカジュアルなスタイルの進化など、どれもが注目に値します。こうした彼らの変化は、ファッション業界全体にも影響を与えており、多くのデザイナーやスタイリストが彼らのスタイルを参考にしています。さらに、彼らのファッション活動は SNS を通じて瞬時に広まり、多くのファンとの双方向のコミュニケーションを生み出しています。例えば、 平野君の新しいコートに関する投稿が瞬く間に話題となり多くのファンがそのスタイルを真似する様子が見受けられます神宮寺君のセリーヌのジャケットも同様に多くのファンがそのスタイルを取り入れることでカジュアルファッションの新しい潮流を生み出しています岸くんの洗練されたルックもまた多くのファンに影響を与えそのスタイルが広まることで新しいファッションのトレンドが形成されていくのです このように彼らのファッション活動は単なる個人のスタイルを超え多くの人々に影響を与える文化的な現象となっています例えば岸くんのインタビューでの発言や平野くんの新しいファッションプロジェクト神宮寺くんの独自のスタイルの進化などどれもが多くの人々に新しい視点やインスピレーションを提供しています彼らのファッション活動はこれからも多くの人々に影響を与え続け その魅力はまた彼らのファッションに対するアプローチは非常にパーソナルでありその中には多くのストーリーや感情が込められています例えば岸くんが新しいヘアスタイルを試みる背景には自身の成長や新たな挑戦に対する意欲が感じられます平野くんのコートの選択にも彼自身のファッションに対する深い理解と独自のセンスが反映されています 神宮寺くんのカジュアルなスタイルにも彼のライフスタイルや価値観が表れておりそれがファンにとっても非常に共感しやすいポイントとなっていますこのように彼らのファッションは単なる外見の美しさだけではなくその背後にあるストーリーや感情が多くの人々を魅了しています例えば岸くんのヘアスタイルが彼の新たな挑戦の象徴であるように 平野のののコートの選択は彼のファッションに対すす。る情熱と理解を示しています神宮寺くんのカジュアルなスタイルもまた彼自身の価値観やライフスタイルが反映されておりそれが多くのファンに共感を呼び起こしていますこのように彼らのファッション活動は多くの人々にインスピレーションを与え新しい視点やアイデアを提供しています例えば彼らのスタイルを参考にすることで 多くの人々が自分自身のファッションに新しいアプローチを取り入れることができますまた彼らのファッションに対する情熱や姿勢から多くの人々が新たな挑戦や成長のヒントを得ることができますこのように彼らのファッション活動は単なるトレンドを超え多くの人々に影響を与える文化的な現象となっています例えば岸くんのヘアスタイルや平野くんのコートのデザイン 神宮寺君のカジュアルなスタイルなど、どれもが多くの人々に新しい視点やインスピレーションを提供しています。彼らのファッション活動は、これからも多くの人々に影響を与え続け、その魅力はますます増していくことでしょう。また、彼らのファッションに対するアプローチは非常にパーソナルであり、その中には多くのストーリーや感情が込められています。例えば、岸君が新しいヘアスタイルを試みる背景には、 自身の成長や新たな挑戦に対する意欲が感じられます平野くんのコートの選択にも彼自身のファッションに対する深い理解と独自のセンスが反映されています神宮寺くんのカジュアルなスタイルにも彼のライフスタイルや価値観が表れておりそれがファンにとっても非常に共感しやすいポイントとなっています